続きやっていきたいと思います。ゲームを続けますか。はい、というわけでですね、引き続き収録していきたいと思います。カミカミですね。いや、せっかくね、伊藤園のこの観音ウーロン茶を飲みながら実況しております。お、いますね。どうしました？よく来たな。ここは地獄の迷い道の入り口だ。はあ、その声だと声を失っているな。水には気をつけな。戻れなくなるぜ。じゃあ、あれ全員同じキャラクターなの？水に気をつけろ。まあ、とりあえず進んでいきましょうかね。まあ、正直アイテム回収とかもどうでもいいので、わあ、なるほど、これで進めなくなるよと。とりあえず右行きましょうかね。気をつけろと言われましてもね、進んでしまった以上、こうか。アイスを手に入れた。いらないね。お、誰かいますね。群がる、群がる亡者。亡者2人しかいないですけどね。これ人なのか豚みたいな感じしますけど、動物なのかちょっとわかんないんですが、アイス。はい、どうした？何か用か？最初は緑ですか。ちょっと教えてくれるっていうことはやっぱ、ここに一人じゃ寂しいですからね。ちょっと独り言も喋りたくなるもんなのかもしんないですね。アイスばっか手に入りますね。アイスばっか手に入るけど、ここの敵多分アイスでしょ。アイスにアイスじゃちょっと弱いですよ。お、いけない。こっちやってるのかな。オオムカデ、ちょっと勝手なイメージですけど、オオムカデももう人のサイズですよね。これガラクタ、サクサクっと進めていきたい。このワープも行ってみましょう。なんていうかね、私のスキルなのか分かんないんですけど、結構一発でなんていうか目的地を当てたりするんですが、こっち行ったら多分戻れなくなると思うんです。なので進みましょうか。だからよっぽど右側も神様っぽいですよね。死神的な。あ、吸収した。ん、マジで。ちょっとリーフのダブル掛け、トリプル掛けでもしましょうか。水吸収するっていうことで、お、一撃。まあどんなトリプルもかける必要性ないと思いますし、多分どうなのかな、この時でトリプルはかけれるのかな、実力的に。はい、いや、行くしかない、行くしかない。どうした？ちょっと話を聞いててくれよ。寂しいですからね、ここに一人だと。火と水なら水側とだってってということは、木、火、水ですね。優しい。でも踏む足場を、順番を間違えたら間違えたでどうなるのかな。敵が出てくるだけなのかな。なんか最初に戻されるとか、そんなことはなかったような気がしますが、で喋りながら適当に生きているんで、どこだこいつ。おう、はいはい、注意しないともっとイライラする。あれあれ、最初に戻ってきたぜ。あ、なんてこったい。最初じゃん。先ほどの私の言ったことが完璧にフラグを潰された感じで、スタート地点に戻ってきただけです。おお、めんどくさい。逃げようかな。いやー、すげえな、200のパワー吸収 したらちょっとやばいっすよね。今度上行ってみましょうかね。ちなみにですけど、
多分でも作品を早くやっていたんじゃないのかなとは勝手に思うんですよね。どここれ、あ、これ絶対最初や。なのでワープを基本乗らないで進んでいった方がいいのかもしれないですね。さっき不用意にワープを踏んでしまって、ただ箱さえ過ぎればやっぱりゴールのような気もするんですよね。というわけで進んでいきましょうかね。先ほどどこに行きましたかね道も覚えてないようなちょっと貧相な脳ですいませんね。こっちの道で合ってるのかな、なんか教えてくれる人がいれば。あ、もうじゃもうどうでもいい。そうそうね、巷はねゴールデンウィーク思い出したかのごとくにゴールデンウィークに戻るんですけど、あーそうですよね、やっぱでもゴールデンウィーク人が多いんでね、どっか行こうっていう気にならないですよね。逆にゴールデンウィークを外してどこか行ければなと思うんですが、これどこだ、あ、なんかでもここは来たな、先ほども来たな。いや観光地とかはね最近外人の方も多いんで、器逃げる。よし、まあそれはそうとして、このエルトラートゲートを、まあ、実況してますけれども、まあね、ちょっと第1回目の投稿ありまして、まあ、再生数が当然わかるんですが、ね、いまいち伸び悩んでいるというか、まあ、単純に私の動画基本的に誰も見ていないという観点から、お、来た。全然ね、伸びてないんですよね。ってことは、それほどやっぱ知名度はエルトラートゲートないのかなと。どうなんですかね、やっぱエターナルアルカディアとかの方がよっぽどセガの他のゲームでも移植された観点から、あ教えてくれない。え、ピンポン。いやちょっと喋っていたら忘れましたよ、順番適当になんとなく思い出しながら見ましたけど、とエルの知名度が低いのはね、私の中で結構残念なんですよね。の2人のこのパターン、あれでしょ、また仮面もらうパターンですよ。お、弟を助けたいか。お、双子。いやでも弱い、ザコッパでしょこいつ。このでも仮面も前から待っているんですけど、結局のところ仮面がバージョンアップするのが上にかぶっているのかと、上にかぶせてねつけているのはちょっと悲しいですよね。付け替えているわけではないですよね。しかもそもそもステータスを見てないから上がったかどうかがわからない。ヒットポイントの最大値が増加した。いやでも1しか食らわないですよ、204ですよ。1やった、ごめんなさい。ああ、もう声も聞こえないんですよねこれで。悲しむ2人てか慌てる2人か。まだ音も聞こえないのが、筆談でなんとかまだなりますよね、ここまでだったら。いやでも耳聞こえない生活っていや怖いですよね。パン一つ盗んだ罪でここまで、ちょっと時間もあるので進んでいきましょうかね。どうした、なんじゃこりゃ。どうせ聞いても
わからないんですよね。踏んだ押した色の火が灯る、灯る火が次への道を照らす、照らされた道は新たなボタンへの道、ボタンボタンの色は神への座標、この順番ごと、ああ青なかったですよね。勝手な勘ですけどね。あ、ここ遊んでまた思い出しましたけど、確かこれ当然今はね、まあちょっと若干ネタバレになりますけど、まあ、当然ですけど仮面がねなくなる時がいずれやってくるんですよ。まあ当然ですけれどもね、そんなずっと仮面をつけているわけでもないので、もう食らう。でね、その後に帰ってきたこの人、その喋っている言葉も聞き取れるはずなんです。おお、宝石ガラス逃げられた。まあね、そういうのもあって、ギミックがね、おめっちゃ食らったようで食らってない。あと単純に発音がおかしい。単純に近道か。あれあれ、スタート地点に帰ってきただけだった。あれおかしいな。どうも道を間違えまくっているな。いやー、火には強い水、がぜん攻撃が当てれるな。先ほどの、あ、でもやっぱここ水の色を踏んで、おお、この明らかに強そうな敵一撃。火のところに来たってことはやっぱ火の何かスイッチがあるはずですよね。そうで、また思い出しましたけれども、ちょっとね最近、あ、でもこれ緑やな。つい緑いけってことか。火なのにな、ここ赤色のスイッチじゃない。ちょっとね、昔のドリマガとか私買っていたんですよね。まあ、昔やっぱね、ゲーム雑誌ファミ通以外もいっぱいありましたよね。まあ、ドリームキャストファン、まあ、もともとセガサターンファンなんですが、セガサターンファンが好きで、そう、雑誌買っていて、セガサターンファンが、まあ、若干廃刊になるということで、ドリームキャスト、電撃ドリームキャストを買い始めて、電撃ドリームキャストもなくなるんで、ドリームキャストマガジンを買い始めていたんですよね。やっぱ雑誌ごとに特色があって、こっちはファンのね、まあ、文章体というか、まあ、好きで買っていたんですけどね。私が好きになる雑誌とかものとかね、今まあ私乗っている車とか大抵なんていうか人気出ないんですよね。悲しいことに、もう錆びた弓、悲しい宿命ですよ。私が好きなね、やっぱセガもハードとしてトップになれなかったので、宝石から逃げた。そう思うと何なんですかね、私のトップになれないけれどもいいものをお持ちねみたいな。パソコンもあれですからね、やっぱ NEC 派ですからね。まあ、NEC はまだ当然あるのでいいんですけど、罪な男ですよ私も。自分で言っててわけないですけど、と言いながら進めてはいますよ。と行き止まり、いや、こんなのも下手したら中ボスですよ。クレムゾンレッド
名前も強そう。やばい、収録時間が20分は超えたくないけど、下に宝箱は見える。どうした？いや、どうなのかな、クリアしてか。宝箱、小悪魔、右。いや、ここら辺も何かね、そこそこ重要でもないけれども、踏む順番とかも言ってくれてるんじゃないかなと若干思うんですけど、体力は400まで減ってきた。まあ、400まで減っても全然ね、余裕なんですけど。お、赤。じゃあ戻りましょう。ぶっちゃけ避けながら行けよって話ですよね。火の塊。いや、喋ることがなくなってきた。まあ、そのエルドラッドゲートの、そうですね、雑誌読んでいて、分かったんですけど、分かったっていうか、多分当時は覚えていたと思うんですけど、どうも一番最初のね、やっぱ初期の構想としては、全36巻構成なので、12ヶ月毎月ゲームを出す、かつ、3年出し続けるみたいな RPG を目標にしていたっていうことがちょっと書かれていてね、多分ですけど、まあ、その今喋りましたけど、多分次回も同じこと言ってるかもしれませんけど、そこはご了承ください。なんで3年間出し続ける RPG、 3ヶ月、まあ、なんかなので、もう雑誌感覚ですよね。3年間でもどうですかね、雑誌3年、でも3年でしょ。36,2800円、いくらかって話ですね。10で2万8000、5万、10万ぐらいの話になっていたのかな。いや、でも今なら、あ、でも今ならどうなんですか、夜勤とか話を進めていけば、3年ぐらいは全然あるのかな。え、真ん中行きましたっけ？行ってないっすよね。アイス。ちょっと回復した方がいいかな？ちなみにステータス。いや、年が5だけ上がってますね。こっそりと。攻撃力は覚えてないですけど。お、来た。こう、こう、こう。OK。行きましょう。ボスを倒すんだ。収録は20分になってしまう。なんで収録に追われた実況の撮り方をしているかっていう、この謎の。で、母親が待っています。で、母親が多分心配そうに喋っているんでしょうね。火を滑るものなり、聞こえぬお前のために心に直接語りかけてやる。いや、ここは双子ですね。いや、五つ子でしたからね。あ、五つ子でもない。六つ子や。いやー、正直こんな仮面なんかいらないっすよ。いや、仮面をつけろと。あ、お前の光をいただこう、見えなくなると。ちなみにですけどね、確か何かな、ステータスな、大切なものかな。ああ、そう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 、アイテムが、仮面がいろいろあるんですよね。代わりに力を。っていうことは、やっぱ仮面は、一個一個あって、付け替えているっていう話ですよね。なのに前付けた仮面の方がね、音が聞こえなくなるとか、いうのが継続されるってことは卑怯な話ですよね。あと今、光を捧げたはずなのになぜ見えるか。昔からの疑問なんですよね。で、一撃弱い。
こう見えないはずですよね、もはや。光をもらうぞかな。あ、もう寝込んで見えなくなると。だが何も話せない、何も聞こえない、何も見えない、これで満足だろう。いや、これは無理ですね。俺は感動したぜ。俺がお前の声と音と光の代わりになってやるからな。どうなのかね、ゴメスのあれは聞こえているのかな。はい、なるほど。さらなる試練を受けるがよい。どうした？どんだけ追い込んでいくスタイルですかね。扉は今開かれた。なるほど。ではここで一度セーブして今回の収録も終わりましょうかね。はい、はい、っと。というわけで、ここまでご視聴いただき、ありがとう、カミカミやな。ご視聴いただきありがとうございます。では次の収録でお会いしましょう。では失礼します。